僕はサザエさんでおなじみのマスオさんです。そんな驚く、サザエ、サザエとサザエ、2人いないいないよ。恋愛相談が届いてますので、男子校なんですが、したいです。男子校だからができないんだね。助けられない。助けられない。そんな普通のに飽きているのからマスオさんおすすめの、こっちチラチラ、なんだい、なんですか、なんだい、ビャー、おすすめのプレイを。ああ、なるほどね。最近しました。もちろん絶対にことができないような、あのピルとかをね、アフターピルを飲むっていう、最悪の方法でやってるんですね。とはいえですけどね、女性の方も一応見てるんで、割と盛り上がったけどね。割とって割とうちのサザエとはして盛り上がったけどね。不倫したことありますか？ああ、不倫かい？いや、ないね。あ、ほら、いや、ありますって言ったこと言った方が面白いんだろうけども、はい、僕はサザエ一筋だからね。さすがですね、素晴らしい。次行こう。あんまり責められたくないみたいな。次行こう。これいるかい？これいらないんじゃないのかい？男の人は好きじゃなくても抱けるって本当ですか？そうだね。男は、まあ、そうだね、好きじゃなくてもエッチできるよ。質問者の君が今までエッチしてきた男はみんな君のこと好きじゃないよ。最悪なこと言う。なんとも思ってないよ。そんなこと言わないでください。しか思ってないよ。そんなわけねえだろ。そんなわけないって。これはマジだよ。マスオさんはサザエさんにどうアタックしましたか？あ、なるほどね、はい、僕とサザエのパターンはあれだったからね、その結構友達の期間が長かったからね。あ、そうなんですね。だ、1年くらい一緒にお笑いサークルのライブにね、タコだけど出てたりとか、そうですね、した上で付き合ってるから、はい、ちょっとキモいよね。一時期あいつのこと嫌いだわって言ってた時期あったのが一番気持ち悪い。言うな。あ、裏へ、え、危ない、ダンボールなんだ。危ない何再利用してるんですか。危ない好きって何ですか。僕とサザエこう並んだ時に違和感がないことが好きって気持ちなんじゃないのかな。絶対違う。好きな人に彼氏がいます、どうしたらいいですか。難しいのが来たね。そうですね。でもただ好きという気持ちを伝えるのはいいことなんじゃないのかな。なるほど。自分の気持ちに正直になるっていうのも悪いことじゃないと思うんだよ僕は。はい。サザエも最初は人の女だったからな。取ったんですか。そうなんですか。ああ、サザエも人の女だった。プネさんも人の女だったんだよ。それ家系なんですか。そうなんだ。うちはタイコさんも元は人の女だったらしいよ。最悪な家系ですよ。なんか奪ってばっかり、奪ってこさえてこさえてるからね。うちはメダカの交尾がうまくいきません。僕の交尾の時かい。はい。どうしたか。どうしたか、はい。まずこう、こうやって手するでしょ、こう。まずこう手を手出して。彼氏が浮気してました。初めて会ってる使い方しましたね。とんでもないクズ野郎だね。やっぱり浮気をしてる時点で僕は、相手のことを考えれてないと思うんだよ。浮気をしようって思った時に、そのやっぱ失う可能性をさ、考えた上で浮気してるんだよ。だから僕はどんだけエロい女が目の前にいても、その失う可能性があるから浮気しないよね。ああ、なるほど、ね。そうね。まあ、どうしても好きなら続いた方がいいと思うけど、僕はあんまり進めないかな。でも早くファーしたいっていうのが来てますけど。早くファーしたい？はい。マスオさん、早くファーしたいっていうのが来てます。してそれは浮気じゃない。して頼む。何だったのさっきまで話した。深めに。何だったの、失う可能性がどうこうとかいいこと言ってたのに黙れ。おすすめの方法。ああ、おすすめの方法だね、はい、僕はパリが大好きなんだけども。最近ついの〇を買ったんだよ。これで挟んで気持ちよく。そう、気持ちいいよ。ニプニプした時にね、ビュッて出てね、床とかに出ちゃう時があるんだよ。笑い声
ことじゃないですよ。ちょうどその照明が置いてある位置に最悪だよ、この間飛んだね。最悪だよお前。じゃあはい、こんな感じなんですけれども、いい恋愛相談がいっぱい来てたね。はい、そうですね。画面の向こうのみんな、マスオです。最後の、あ、そうそう、最後のやつ、ね、すいません、すいません、失礼しました。マスオです。私が思うに恋の形というものは、いろいろありますが、自身の気持ち、恋が本当に愛になる瞬間の時の気持ちというものは、皆同じなのではないでしょうか。色は匂いの散るぬるを若いおたれぞ、常ならんでございます。じゃんけんぽん。取り直しなの。取り直し、取り直し、取り直し、そんな絵の話か。どうも皆さん、処刑前のゴールドロジャーです。俺は死なねえぜ相棒。俺は死なねえぜ。わかりました。死ぬと思うでしょ。死なねえぜ。もう絶対死ぬと思う。死ぬでしょ。死ぬでしょ、こんなんで。死ぬでしょ。死ぬだろ。死なねえぜ。チキンタツタ。と。ゆず香るチキンタツタ。はい、こちらを食べていただこうかなと。マクドナルドって店があるのか。はい。新世界にある。あ、新世界にある。新世界の方。いや、割とイーストブルーとかどこでもある。どこでもあんのか。どこでもありますよ。この店をこう呼ばねえか。ラフテルと。マクドナルドって言えよ。マクドナルド。マクドナルド。マクドナルド。ラフって呼ばない。ラフ。関西だったらラフテルって呼ばないけど。まあもう直接置くか。これが、俺の財宝。違いますよ。俺の財宝。違いますよ。違うのか。ほらよ、チキンタツタを食べてレビューするために、この動画を撮ってるわけじゃねえんだよ、シキ。食べてくださいよ、シキ。このチキンタッタで世界をひっくり返さねえか、相棒。商品開発部。チキンとソースの相性が合わないわけねえぜ、相棒。なんで一回そらしたんだ。このハンバーガーを俺たちでこう名付けねえか。ラフテルと。そればっかだな。もうラフテルだった。こちらが本当に新商品の。そうですね。ゆず香るおろしラフテル。ラフテルじゃない。ラフテルじゃない。タツタをラフテルにした。ちょっとできるだけみんなに味が伝わるように食べたいわけじゃねえんだよ、シキ。この後処刑されるんか俺。うまい。完全に別物、かなり美味しいからさ、はい、俺たちでこのハンバーガーをこう呼ばねえか、はい、ラフテル。ラフテルじゃねえかお前。違う、違うのにした方がいいから。違うのに、違う、違う。じゃあ俺たちでさ、はい、このハンバーガーをさ、はい、こう呼ばねえか、はい、ラフテルと。ラフテルじゃねえかお前。別にしろよって。誰がみたいんだよこれお前。一瞬でじゃあ最悪。いや、あまりにも美味しかったから、これもしかしたらマクドナルドの関係者が見てるかもしれないよな。感謝の気持ちをさ、なんだろう、なんかこう形に残せるものが、あ、じゃあワンピースの正体とかね。最後の島の生き方教えようか。やめてください。みんなそれが何か知りたくて今もう追ってってるんですよ。最初の島、最初の島。最初の島、最初の島。やめてください。ローグタウンがあそこにあんの。幸せだな。もう縁側のおじいちゃんじゃない。もうこの後死にたくない。この後何でもするので許してくれますか。情けねえ。あんたについてきた人の気持ち考えたことあんのかよ。あいつらの居場所も言うんで。バカなの売ってるじゃないですか。レイリーはシャモンディ諸島にいます。レイリーはシャモンディ諸島にいます。チュデイズ、俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ、レイリーはシャボンディ諸島にポイント。バラすな、バラすな。レイリーだけ必要にバラす。じゃあ100の位。100の位じゃなくなっちゃうよ。負けろくらい。で、1 1 続いて10の位。もう興味ないよ。もう茶番なんだこれ。0 0。そして1の位。興味ないって。そんなお待たせの名前なんで。お待たせしてないで。ちょっと
ゼロ。そうなんだよ。100点です。100からやるからいつも。めちゃくちゃ笑って終わった人ラインスタンプ好評発売中。いやいや、うわその動きだけないんだ。 It's me! マリオ。ここにピーチ姫が、おピーチ姫がさらわれたということで、ピーチマリオ、ピーチピーチマリオ、ピーチ誰あの人。あれがピーチでいいんか、あんたも。おいやおいや、あんま戦闘シーンないんで今回。あ、そうですそうです、それ渡っていっていただければ。マリオ、マリオ、マリオ、こんな好き、俺も好きだ。やばい、やばいやつしかいねえな。やばいやつなんだ。うわ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 ブリブラ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 。そのルイージに説明する時じゃないんですよ。助けて。やばい。え、何ですか。戻らなくなっちゃった。どうして。なっちゃったじゃないよ。合ってる。うるせえ。うるせえ。ちゃんと助けてほしいんだよ。やめろやめろやめろ、お前や。1の1クリア。マリオ、マリルイ特のマリオ。じゃあ今度はいかがうつり、ピーチさんいますので。ピーチ、難しくない。普通に確認して。あんまさ、そのコースの下調べとかしないでほしいな。もうそっちから行けばいいじゃん。うわっ、うわっ、ぷくぷく出てくんじゃないの。へっへっへっ。一気失いました。危ないんだ今日。12度とかしかない。ほう、イエッフー、重い重い。そうだ。ヘッヘー。うわー、ティアラが。ちょっとやばい。ちょっとやばい。こんな大人になっちゃダメだよ。寒そう。マンマミーア。マンマミーア。指ザルです。うわー。指ザル。指ザル。指ザルです。ビーフハンガーなんですけど。もうアスレチック。自分にはマリオしかないんで。自分にはマリオしかないんで。うわー。なんで戻っちゃったんですか。うわっ。ああ、そうね。あ、軍手がね。絶対順番ミスったよな。落ちてからやることじゃない。やっほー。おお。え、進めてるちょっと。あ、指痛い。で、これってその時間かけたらできるタイプのショックじゃないんだよこれ。なんか普通に楽しんでないあの二人。ちょ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 、軍手決めない。普通に立つのやめてもらって。鮭取ってんじゃないのよ。マリオ、やめちゃった。え、ちょっと待って、置いてったけど。マリオ。どこ帰っちゃうんだよ。もうあれどちらかというとジョーカーだよな。今ピーチ姫が水の上で取り残されています。その大根を届けて助けてあげましょう。いける。お、軽快なステップ。早く行けって。あ、結構怖いよこれ。やばいよって顔してる。
ふざけんな。イッフーおう寒い寒い2回も落ちたからおー、いったっしゃいやいや、そこあるなら最初から なんであの丸太当たったマジでああ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 はい丸見え丸見えなんだと思ってマリオよかったクリアした顔隠れちゃってやばい撃つな何を持ってこいダメやって撃つなお前はセロ A のゲームだぞお前うわえ、メイド喫茶初めてだから楽しみわこんな僕でも楽しめるかな連れて帰ってもいいのかよダメだよ絶対通報されるからその間に止まれここのオムライ
スにお絵かきが、お絵かき、お絵かき、わーお絵かきが、わーよかった。すごい、えさっき変なことしてこんなことじゃないでしょ。僕もね、仕事でやってるんだよ。それはやりたくないんだけど。すごい。わあ、すごい。わあ、すごい。わあ。うん、わ嬉しいね、これは。もえもえマジカルのロイポップ。めちゃくちゃ喋ったぞ今。あ、ほっぺかって感じ。うわぁ、電気椅子座ってんだよ。なるべく一つでそんなのあったけど。おいしいって言ってんのね。こいつ何も食わずに来た。めっちゃ落ちてる。普通に。あ、これか、これですか。わ、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 おぉ、チェキ、おぉ、すごい。取りたいもんね。怖いな。絶対取っちゃダメだよ、お前みたいなやつ。わぁ、あ、じゃあ、今からチェキをね、取りましょう。はい。お席で待っててくださいね。この後お絵かきするので。え、お絵かきチェキチェキのお絵かきしてくださいね。そんなことまで言うの。あー怖いよ。 YouTuber の部分怖い。ありがとうございます。あー、間接的に触んな。気になる症状来てる。何何何。ああ、触ってる。ああ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 お前も撮って欲しかったでしょう、みたいな。うん、うん、うん、あ、あ、あ、え、あげるよって。うん、うん、殺そう。殺そう。そんなジェスチャーじゃなかったでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。わ、行かなきゃ。キャスト、ありがとうございます。イエスマン旅立ちです。行けよ、行けよ、行けよ。行ってらっしゃいませ、イエスマン。行ってらっしゃい。よかったな。シャイニングみたいになってる。